はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。今来ている狙い撃ちガチャのメジャーキャラピックアップのやつですね。で、こちらの内容を確認していくと、まず、ピックアップキャラは、メジャーキャラの7キャラですね。で、初回10連を引くと、PR が1枚確定と、150個で引けますと。で、20連目が200個で引けて PR が1枚確定で、30連目が、普通の SR が1枚確定と。で、40連になるとメジャーキャラの中から、SR で1枚確定というような形になってます。で、自分でメジャーキャラは全然揃ってないんで、持ってるのはね、草野とね、カオルちゃんだけなんですよ。眉村は普通に取れなかったんで眉村はね、マジ激戦だったんで取れなかったっすね。だから今回メジャーキャラの、多分最後ですよね。確かこのガチャが終わるとメジャーキャラは排出停止になるはずなんで、やっていこうかなと思います。内容自体は全然いいガチャなんで、回していってもいいと思いますね。で、ただメジャーキャラ揃ってるっていう人は、多分ね、またバレンタインが近いじゃないですか。だからそっちに溜め込んでおいてもいいかとは思います。自分はね、メジャーキャラ全然持ってないんで、今回のは40連引いていきたいと思ってるんで、じゃあガチャの画面に行きましょう。例によってまたチケットから消費しますか。PR ガチャチケットが6枚、これは普通に6連でいきましょう。全部 PR だね。あとは上限解放用、やっぱりね、せっちゃんだよね。滝本うどいいね。このに、せっちゃん来た、いいね。 PR もう PSR も手に入れてSR も今プラ3ですからね。せっちゃんのレベルを上げていきたいと。で、あと普通の SR ガチャ補助券が9個あるんで、1体分になりますね。これも1回やりましょう。ガチャ券からはメジャーキャラは出ないですよね。普通のキャラから出てくるので、清本くんか。清本くんどうだろうね、多分使わないと思うんだよね。筋力キャラではあるけれども。清本くんの性能はちょっとよくわからないけど、じゃあメジャーガチャの方ですね。最初の10連を引いていきましょう。じゃあ初回いきます。ちなみにね、これね、4回引くとするとパワーストーン850個必要になるんで、結構使いますよね。これをね、だから850個消耗してメジャーキャラを取りに行くか、バレンタインのために取っておくかといったところですけれども、自分は回しますと。じゃあ行きましょう、最初の10連。お、グググポン。これは PR だね。清水大河、大河の PR が出た。あとはめぼしいものは、自分の中だと大河の PR ですかね。大河もね、今プラ3なんですよね。じゃあ20連目に行きましょう。さて20連目、これは全部 PR だな。あれ、 SR 入ってた、やったラッキー。佐久間くんだ。佐久間くんはね、使えるんすよね。佐久間くん使っていきたいな。やっぱりね、コツがいいっすよね、佐久間くんは。この中では佐久間くんが SR で出ましたね。でさっきの演出で SR 出るんだ。ちょっとそこら辺がまだ把握できてないな。でもこれはかなり嬉しい誤算だな。では30連目に行きましょう。ここはまた SR が1枚出てくるんで、ただ全キャラの中からなんで、誰が来るか。さて、おお、カオルちゃんだ。やった、これは今回はかなりいいぞ。カオルちゃんはね、上限解放するとめっちゃ強いっすよね。
ただたまに上限解放するあんまり価値がない人いるじゃないですか。上限解放してもなんか微妙だなみたいな。カオルちゃんはね、上限解放すればするほど強くなりますからね。まあ、それはちょっと後で見ていきましょう。じゃあ最後の40連目ですね。これはまたメジャーキャラから出るので、さて、まあ俺としてはね、阿久津とかね、やっぱり欲しいんですよね。変化球キャラがね全然いないんで。お、2枚ある2枚ある。今回はかなりいいぞ。ああ、眉村だ。眉村取れなかったからね、これはまあ嬉しいな。ああ、そして田中山くんか。田中山くんって今どういう状態だったっけ。なんか久々に見た気がするな、田中山くん。というような結果でしたね。まあかなり良かったと思います。さてさてさて、まあガチャだけだとどうしても短くなっちゃうんで、じゃあまずはイベキャラの方ですね。じゃあボックスの方を整理してきたので、少し今回当たったキャラを見ていきましょう。まずは佐久間くんですね。佐久間くんはまずテーブルが優秀ですよね。やる気効果アップ 100% に、技術ボーナスがついて、タッグが 80% と、まあ、これ一番強いテーブルだと思うんで、かなり使いやすいキャラですね。でそれに加えて、コツの方が阿部比と流し打ちと内野安打というところになってます。でただ金徳が、芸術的流し打ちで、まあ確定じゃないっていうところが、まあ、一つあれなんですけれども、まあ、自分自身のコツで、まあ、流し打ちも取れるところもいいですね。まあ、佐久間くんはかなり嬉しいな。で、あと清本清本よくわからんけどどういうキャラなんだっけ。清本どこにいる。清本を探せ。あ、いた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 。清本はチャンスパワー合格逆境か。コツは優秀ですね。コツは優秀で、筋力ボーナス、あ、やる気効果アップ50の筋力ボーナスのタックが低いか。タックが 60%。 どうなんだろうね。まあ筋力キャラで東条とかね持ってればもう絶対そっち使うんですけれども、まあ、もしかしたら筋力キャラ揃ってなくて滝本じゃなくて清本を持ってるっていう状態だと、まあ、もしかしたら結構強いかもしれないですね。清本はアーティストでよかったっけ。でカオルちゃんですね。カオルちゃん、カオルちゃんは現在自分プラス1で、でここで、プラス2にして、でさらに実装された大丈夫博士像ですね、これはもうカオルちゃんに使います。でプラス3にして、テーブルの方ですね。まずカオルちゃんは35で固有ボーナスがついて、37でやる気効果アップ 50% で、40でやる気効果 100% と、でさらに45にできれば、まあ、イベントボーナス 60% と体力回復 60% がつくんですけれども、まあ、ちょっとここまではいけないかな。でもまあやる気効果アップ 100% つくだけでもだいぶ変わってくるんで、まあ、カオルちゃんは40にしていきましょう。でしかもメジャーキャラで、まあ、普段は手に入れられないキャラなんで、まあ、そういうキャラに、大丈夫博士を使っていこうかなと思います。とあとは眉村ですね。眉村は確かコツが結構良かったと思いますね。そう、ポーカーフェイスはね、潰しておかないといけないっていう。でポーカーフェイスを取ると闘志が取れないんだっけ。だから先にポーカーフェイスを掴んでおいて、直前で選手の完成直前で、まあ、闘志に切り替えるっていうのがセオリーですかね。で奪三振とキレと緊急登板と。で、テーブルの方はタック55とか、なんか珍しい数字だな。あ、やる気効果アップ100の技術ボーナスの、タックが70か、まあ、そうですね、もう 10% タックがあってくれてもいいかなっていうところではありますけれども、まあ、やる気効果アップ 100% 持ってるんで眉村も使いやすそうですね。で、金徳は、オリジナルストレートのジャイロボールか、ハイスピンジャイロだけの選択になったと思いますというところなので、じゃあまずは、カオルちゃんですね。カオルちゃんをまあ、これ2つ別に突っ込んでいいよね大丈夫博士像 と、今回当たったカオルちゃんを入れて、これでプラス3と。でまあ後でレベル40まで上げておきましょう。であと誰かいけた気がするんだよな。サイガとかね、確かね
今回当たった PR で、そうプラゴにしたんで、でプラゴの PR を突っ込むと、稀にね、稀にっていうか、まあ何パーセントくらい、これも 30% くらいの確率になるのかな、プラスに上がる可能性があるんで、これでね、もしねプラスに上がってくれれば一気にプラゴですね。頼むぞ。さあ、いかにょーんとこれのね、プラスに上がるのかどうかっていうのはよくわからん。おー、上がった。上限解放3から5になった。やった、サイガが初のプラゴキャラですね。初めてです、自分の中でプラゴになったのは。サイガが初っていうのはまあ結構いいかな。で、ただサイガってさ、どうなんだっけ、上限解放してなんとも言えないっていう感じだよね。一応技術ボーナス6がつくけど、もともと技術ボーナス4がついてるところに技術ボーナス6っすからね、45まで上げて。だからまあサイガに関しては上限解放するうまみっていうのはあんまりないといえばないけど、まあ45にできたんで、まあ、サイガのレベルも上げていきましょう。あと誰だっけ、なんかもう一人くらいいた気がするんだよな。あ、佐久間くんとかってさ、持ってたような気がするんだよね。あ、佐久間 PR プラゴですね。佐久間くんも突っ込むでしょ。おー、2位アップした、いいね、なかなかいいね、結構上がるね。あ、そう、あと眉村だ、眉村も結局あの PR でしか取れなかったんで、 PR がちょいちょいあると。でプラグが1人いるんで、これも言えるでしょ。まずは、おお、2位アップしたすごくないえ、じゃあこれさ、あと2つ入れてさ、プラ3になればいいけど、どうかな。 30%30% か。まあ本来だったらね、あのプラゴにしてからまあ入れるっていう今回のやり方でやっていくんですけれども、ただね、排出停止になるともう絶対育たないんで、こういうキャラはもうそのまま 30% とかで入れちゃってもいいと思いますね。じゃあ1個ずついきますか、せっかくなんで。お願いします。できなかったか。じゃあもう 30% お願いします。いけ、いかなかったか。ちなみに眉村って解放するとどうなんの。あ、まあ評価かで、45になれば試合経験点ボーナス 10% がつきますけれども、まあさすがにね、45にはできないんで、まあいいでしょう、とりあえずプラス2にはなりましたと。で、あと解放できる人はうちの中ではいないんで、あとね、 PSR のね、せっちゃんですよね。一応テーブルの方を確認していくと、まあ通常で40まで上がるでしょ。でね、42になると、60%60% がついて、45で 70%70% で、50になると 80%80% なんですけど、せっちゃんが今通常のものが今プラス3なんですよね。でプラス3なんで、これをプラゴにするとやっぱり普通のね PSR よりは強くなるんですよね。 70%70% なんで。だからプラゴになったら、当分はプラゴのせっちゃんを使って、でもう1体プラゴが作れればみたいな PSR を育てていくっていう、まあ、そういう感じになりそうですね。じゃあまあ、あのイベントボックスの方はこんなもので、であと今ですね、サクチャレがあるんで、サクチャレがどういう状態かちょっと見ていきましょう。まあ、カオルちゃんのレベルも上げればもう少し点数は伸びるかな。今のランキング詳細ですね。17,960点で、746位で、これ確かね、普通の経験点でいくと6500いくつだったかな、6500いくつで、まあ、17,960なんで、まあ、目指すはね7000点ですね。7000点叩き出せればね、確か今の状態であれば500位に入れるはずです。一応7000点取れるような感じでやっていければと思ってて、一応ね、全部がうまくいくと、まあ、大吉出たり、果たし状クリアできたり、試合での経験点が、まあ、ほぼマックスとか、そういう全部がうまくいくと多分7000点はいきますね。まだそのね、全部がうまくいくっていうのがないん で、あと彼女キャラの方なんですけれども、まあ、レンちゃんを連れて行った方がいいかな。で自分はあと新島ちゃん連れてってるんで、新島ちゃんとレンちゃん2人彼女がいると、レンちゃんからね最後扇風機つけられるんですけど、もう扇風機とかどうでもいいんで、
もうこのキャラは使わないんで、基本的には今回作ったキャラはもう扇風機はついてもいいから、まあ、デートでの経験点とエピローグの経験点を、まあ、もらいに行くといった方向で、まあ、やっていってるんで、まあ、またねレンちゃんを、まあ、彼女にした、まあ、サクセスの方も上げられていければと思ってます。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。もうガチャはかなり、いい結果だったと思うので結構満足ですね。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。